はいどうも、パリチャオネをご覧の皆さん、こんにちは。パリチャオネ、ゆうきです。ということで、ですね、皆様に今回ご報告がございます。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、報告が遅くなりましたが、この度、パリチャオネ、ゆうきが結婚いたしました。たくさんのね、祝福のコメントだったりと、応援コメント送っていただいてありがとうございます。で、結婚自体はね、結構前にね、していたんですけれど、何よりもね、去年、子供が生まれました。はいよー。はい。こんにちは。こんにちは。そうなんです、そうなんです。結婚自体はね、少し前にしてたんですけども、去年子供が生まれまして、今ね、1歳になります。はい、名前はゆうたです。まあ、そんなこともありまして、配信の方がね、遅くなって申し訳ございません。はい。で、視聴者の方はビクと結婚されたんだなって思ってる方が多いと思うんですが、実はビクと結婚したのではありません。違うね。チュエマファン？あ、違います。はい、ビクは義理の妹に当たりますね。そうなんですよ。3姉妹のビクが末っ子で、そのお姉さんと結婚したという運びになります。C'est quelqu'un de très gentil, de très douce et de très timide. Je l'aime de tout mon cœur. C'est une partie de moi. Allô, salut, comment ça va? Oui. Je dessine très très mal. Alors, je dessine très très mal. Wow, c'est pas grave, c'est...かけました。はい、かけたそうです。はい、ではお願いします。はい、では。まあ、そうね、髪の毛はくるくるだからですね。はい、こんな感じですね。ね、恥ずかしいみたいなんで、おいおいね、また動画の方で登場してもらおうと思います。皆様いつもコメントだったりご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。してほしい企画であったりね、見てみたい動画があれば、コメント欄の方にどしどしお書きください。時間を見つけてね、撮影の方行きたいと思います。お、何食べてんの？何や？何のって何よ？チーズやろ？チーズを食べています。はい、んー？おいしいか？はい。Mm-hmm.